全日本実業団最終ロードレースに佐藤を迎えたい。こちら本日最終のレースになります。聖大スクリプツアーのカテゴリー PR カテゴリーが現在スタートとなりました。さあ、そして同時のスタートとなります。こちらは J フェミニンがスタートしています。前方15名ほどの集団が通過した後、中切れを起こしているのに、一応一列膨張で集団は固定しています。4番と152番が飛び出しとのことです。4番は、ピュアホワイトジャージなので、平塚義満選手と思われます。152番はジャージでいくとオーベストですね。あ、失礼、4番の方ですけれども、シマノの同じ島野ですが、鈴木譲選手でした。どっからだと、ピアファイトジャージに152番は集団に捕まりました。集団の先頭はピュ、ん、各チームが固まってますね。集団から1、2、3、4、5、6、7人飛び出してますね。ブリッツェンが2人、愛さんが1人、シマノが2人、1人は鈴木譲、もう1人が、マトリックスは真鍋さん。シマノはピュアホワイトジャージの平塚くんが今かけました。ER、そして BR1 のカテゴリー、合計4レースが終了しているんですけども、比較的やはり、2列でそのまま勝つというパターンもあったんですが、大きな集団のままゴールスプリントを制した選手が勝つというパターンが多かったんですが、ER のカテゴリーも同じような展開を予想されます。なるんですが、カテゴリーの割合を注文はちょっとやってみましたか。さあ、現在、先頭が2周回完了になりましたが、かなり小さな集団ですね、14名の集団が現在通過しました。さあ、そこからですね、大きな集団が進み込みました。今回のペース、約15秒となっております。15秒のタイムラプスで、先頭の14名を追走しております。メイン集団、こちら大きな人数の選手が追加しております。先頭15名。15秒離して、4名で中間の4名です。大地頑張れ。後方からプロトンが迫ってます。こちらがプロトン、こちらはまったりムードですね。
3周タイムに入っておりますが、現在先ほどご紹介しました14名が逃げ続けているといった状況のようですが、さあここで先頭の選手たちがやってまいりました。気をつけ、先頭集団です。いつの間にはルビーレッドジャージが合流してます。メイン集団、3人抜け出しにかかってますけどね、1分20秒から30秒の間で、タイムギャップがついてます。逃げ集団です。多分18人のままだと思います。愛さんの松あの森選手です。プロトン、第2プロトン、第2水槽ですね。女子の、プロトンと男子のプロトンが合流してます。女子の方はすでに7名まで落ちてるそうです。